出た出た、もうよう聞くね。どうもオカルトコレクター田中俊之ですよ。どうも元かそば職員の下田花男ですよ。そしてどうも映画監督をやっております夏目太一郎です。よろしくお願いします。嬉しい、ここに来れてマジ嬉しいです。いや、やっぱびっくり、全員もうやっぱ誰がねこう残るかわからんっていう中で、はい、あの今回夏目太一郎さんあのセミファイナルから進出しまして、はい、ファイナル行くんですが、はい、ワイルドカードで来たんですよ。そうなんですよね、うん、本当に何ワイルドな奴らが集まった。そう、ワイルドが集まった。いやあのセミファイナルで一番ワイルドやったっていうね3人が選ばれた。そう、3人が選ばれた。その中の一番ワイルドやった。そう、あの一番最初その結果発表で、はい、まずはその通過の人じゃなくてワイルドカードの2位の方って言って、はい、まず言ったじゃないですか、はい、で選ばれたじゃないですか、はい、あの気持ちってどんな気持ちなんですか。いや本当に、まあ、さっきも、まあ、あの壇上でも言ったんですけど、はい、本当に嫌でしたね。本当にもう嫌だ呼ばれたけどまだ通過ではないっていう。そう、やっぱりこの1話目に一番こう時間使って練習してたから、はい、2話目はちょっとまあサブじゃないですけど、はいはい、そんぐらいに思ってたんですけど、うん、うわーそのサブと思ってて今からやんなきゃいけないんだみたいな、うん、それはありましたね。夏目さんさ、うん、今大会、はい、うん、すごい乗ってるなって あのね僕もね夏目さん個人的にね、はい、擬音賞をあげたいです。擬音がない、やっぱ夏目さんもともとそうなんやけど、うん、そうですね、ギーそうですね、 あれとかって、はいはい、むずかしい、むずいのよ、むずいのよ、はい、俺一回やってみるね、はい、ギッギッギッ、いやいや今死んだ、いやもう死んだ、今死んだ、死んだ、死んだ、これは、うん、あのかなり難しい、うん、だからね、あの夏目さんのね、あの擬音語の使い方は、はい、話し家レベルなんや、話し家の人のレベル、怖いのとちょっとこうおもろなってまうやつもある、今のように、ね、今のようにね、そこがうまい感じなんだ。だから監督であり俳優やから、うん、やっぱそこがあれなんでしょう、ね、あとな、俺がびっくりしたんが、はい、その喋り始めの加速、うん、はいはい、これはっていうのが、うん、夏目さんの声ってブワーって飛んでるの、うん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 、本当ですか、うんうん、見えましたもん、見えた、うんうん、なんか通った、見えた、えワゲンランドみたいな感じで、バーみたいな、そうそうそう、はいはい、ワーッと後ろまで行ったから、へぇ、ほんまに、うん、その通過したお客さん全国でバタバタ倒れていたもん。いや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 、あの匂いな、匂いエクサイ、そんな感じ、臭い、めっちゃ臭いってことじゃないですかまあまあ、 あのおめでとうございます。ありがとうございます、本当に、まあ、ちょっとね、はい、そのファイナル進んだ方にですね、はい、一話お願いしてるんですが、はい、そのセミファイナルで、まあ、今日ですよ、はいはい、さっき、はい、どっちやっぱワイルドカードの方がええんかな、やっぱその進出したという、あ、それじゃあワイルドカードの方を話してもらえたら嬉しいですね、はい、まあ、僕がだからちょっと自信ない方ですよ、だから要はでもそれででも進みましょう、ね、まあそうですね、でもこっちの方、あ、こっちが自信ない、こっちが自信ない方ですね、あ、じゃあこっち、いやいや、こっち、こっちぜひ聞きたい、いや、その今後に響かないですよね、響かないですね、あ、じゃあもうちょっとお願いしたい、俺大丈夫ですか、で大丈夫なんですけど、はい、なんかちょっとなんかこの賞レースパターンじゃなくて2人に話すパターンで、そう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 、それを聞きたいんで、なんかこれなんかあんまできない、なんかね、いや、それをやってくださ いあの、それだけは全力でやってください、マジで、ちょっとここだけはやるんだね、そう、本だけ違う、ここだけは 5倍マシでやってください、あ、5倍結構やちょっとじゃあちょっとなんか2人にお話しする感じで、あ、お願いします、僕だからあの、まあ、今も言ったんですけど、うん、その心霊スポットに突するっていう配信やってるんですよ、だから夏目さんの個人の方のチャンネルでビッグサマー、はい、そうなんですけど、ね、それ YouTube である媒体でやっていて、うん、はい、そこで僕で先輩の映画監督の、まあ、K 監督っていうのがいて、うん、でそれが、まあ、ある心霊スポットを紹介してあげるよっていうことで、うん、まあ、紹介してもらったのが、まあ、10階建てのマンションなんですね、うん、で、まあ、普通に、まあ、住んでらっしゃるマンションなんで、まあ、いきなり中に入るのはダメだから、その周りを配信しながら、その K 監督と僕で、はいはい、なんかその配信しながら回ってたんですよ、生配信ですね、生配信してた、そしたらある場所で、うん、なんかこうバーってコメントが来て、うん、あ、今なんか女性のなんか声が聞こえるみたいな、うん、っていうのが来たんですよ、で、そこって、まあ、その配信が終わった後にその K 監督に、うん、ここってなんかどんなことがあった場所なんですかって聞いたら、うん、まあ、K 監督が教えてくれたんですけど、まあ、その10階建てのマンションの802号室に、まあ、30代の田中さんっていう人が入居してきたと、うん、
で、まあ、入った当初から隣の803号室からギーッギーッっていうなんかまあいわゆるこう家具をこうグーッと押すようななんか音が毎夜毎夜聞こえてくるんですって、うん、だからもう田中さん的にはもううるさいとなって、なんかちょっと嫌な音してる、ま、嫌な音なんですね。だからまあ管理会社に電話したんですって、うん、で管理会社はまあもうちょっとうるさいんだけど803号室とかつ、そしたらその管理会社の人が田中さんすいませんと、803号室、うん、入居者様いらっしゃらないんですよ。出た出た出た、もうよう聞くよ、よくあるやつですね、これやね、これやね、これやね、これなんですよ、これなんですよ、ちょっと邪魔しないでいただけますか。これなんですよ、夏美さんの素晴らしい階段があるんで、そうなんですよ、ちょっとお願いします。なのにもうええもうええねんええねん、長いな、助かってます本当に、うん、でも助かってます今すごい助かってます。あ、よかったよかった、はい、優しいだったです、ね、でこれで本当にもうええねん、もうええねん、先行きましょう、はい、でこれでえってなって、うん、でそしたらその管理会社の人が、ま、これは関係ないと思うんですけどってプラスで話し始めたんですよ、はい、それは803号室の1階上、うん、903号室に、うん、まあ、その10年前からプラス数年前に、うん、まあ、20代の女性がまあ住んでたんです。それは別に何で、その人が結構まあ精神にちょっと病を抱えている人らしくて、まあ、ある日ベランダに出て、まあ、ロープをそのベランダの手すりにかけて、その先を自分の首にかけて、でその女性手すりを登って外にボーンって飛んで、そしたらギーってなるじゃないですか。おい、でビーンってなって体が、うん、まあ、夜中だったんで1時間2時間3時間経ってその女性から体液ですよね、うんうん、ポタ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 垂れてきたんです、ね、うん、あれ903号室でやってるからちょうど803号室のベランダにポタ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 いわゆる体液が垂れてくんですって、うんうん、で4時間5時間経っていわゆるロープが耐えられなくなって、うん、バチンって切れてドスンと落ちたんですって、うん、で僕それ警官とこから聞いて、じゃあそのギーッっていう音って、うんうん、まあ、要は803号室の、ね、そっから聞こえてるってそういうことなのかなって思ったんですよ。ベランダに、まあ、いわゆる体液がボタ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 垂れて、うん、いわゆるベランダをぐちゃぐちゃにされちゃって803号室にもともと住んでた人はすぐに引っ越しちゃったらしいんですよ。でそれ以降803号室には誰も入居してないって言うんですよ。でそれを聞いて、じゃあさっき配信でその女性の声がバーってこう、うん、コメントに来たのって、うん、これってじゃあ903号室のその自殺した女性の声なんですかねって聞いたら、それそうなんですよと、僕その彼女と結婚考えてたんでっていうんで、え、うん、でえってなって、で僕 K さんが、 K さんが、 K 監督が、はい、僕そのだから903に住んでたその女性と結婚考えてたんですよ、だからその声忘れるわけないですって言うんですよ。だからそのはーとかって声が聞こえたって言うんですよね、うんうん、そのはーって声がそのいわゆる903に住んでた女性の声で、その方とお付き合いをされてたって K 監督が言ってて、で毎月月命日のその日にそこのマンションにその K 監督は毎月毎月通ってるっていう話をその場で聞いたっていう話なんですよ。うわでーっとなって、どこが自信ないの、めちゃくちゃええ回なのいや、あれはでもマジで、うん、このもう話自体はめっちゃええやん、はい、これ一つと2点3点していくの、なんやろ、なんかあなたがやったらふざけてるように見えるのよね、ピンっていうところ、これマジですごいと思うね、すごい、これむずない、むずいよ、ちょっとやってみて一回、いやもうやりたない、ちょっと一回やってやりたない、ちょっと一回うんぎーってやってからピンな、足が伸びるから、あの縄が伸びる感じが、うん、ピン、ほら、いやだから分かれへん、全然やり方が分かれへん、全然滑ったやん、嘘やろ、うん、すごいよこれむずい、うん、あれだから夏目さんの、ありがとうございます、ちょっと悲しいのがさ、聞いててさ、そのギギギって音が聞こえるんですってのが、その人が最後に聞いたことやな、そうですね、もう嫌と思うよ、はい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 、飛び降りた時のなんかこう、うん、はぁーっていうため息なのかもしれないですよね、うん、そうですね、それってなった時のそれが監督の警官、警官とかもそうなんですよ、衝撃、
これなんかちょっと前もね他の人でもやったけど、はい、これ決勝じゃないんやっていう話やね。しかもワイルドカードや、ね、ワイルドカードで自信がない方が皆さんこれです、うん、夏美さん乗ってるのよ。乗ってるね。そんなことないんですけど、この勢いでね、はい、あの僕ら裏路地とも、うん、まあ、こういう感じでのゲストになったけど、はい、またコラボも、はい、ああ、ね、いや、ね、嬉しい。今言ったからちょっと言葉取りましたよ今で、うん、違う、あのね、僕らね、今残りましたよ今で。僕らほんまに全然そのなんかねやりたくないとかじゃないんですよ、はい、ただ連絡不詳なんです。あ、なるほど。本当にじゃあこっちからはい、お願いします。そうです、お願いします。じゃあもううちの五郎から五郎さんと五郎さんと田さんもいます。はい、すいません、よろしくお願いします。お願いします。はい、ぜひよろしくお願いします。ファイナルも頑張ってくださいね。ありがとうございます。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。どうも、分かるところくださらかとしゅうきです。どうも、元がそば職員の下田花尾です。不思議大劇場、ここで始まりますね。ねえ、ゲイゲイゲイ、ここで始まりますから。あ、はい、はい、皆さんにここに来ていただいて皆さんにここに来ていただいて、はい、不思議大百科とはちょっと違った、お一面が見れるかもしれない。より濃い不思議大百科が見れるんだよ。あ、そうか、ピークの不思議大百科が見れるか。そうですね、はい、あの限定のオリジナル商品と、あとはスペシャルゲストとかも、はい、もう考えてます。フジテレビ本社の1階での劇場をこちらでさせていただきますので、はい、皆さんどうぞよろしくお願いします。支配人の田中俊之と副支配人の下田花尾でした。よろしくお願いします。お願いします。